コボは電子ブックリーダーと電子書籍を販売する企業。カナダのトロントに本拠を構える。2009年8月28日設立。2012年1月11日に日本の楽天の子会社となった。コボはもともとインディゴブックスミュージックの一部門で後にスピンオフした。電子ブックリーダーの製造に加え、コボはブラックベリー、iPad、 iPhone、Android 端末向けのアプリ開発も行っている。コボは、超光実業、W.H. スミス、ウィットコールズ、フナックといった企業と戦略的パートナーシップを締結している。2011年、コボは出版部門を設立した。2012年10月9日、電子出版ソリューション企業のフッツ・アキホデスの買収を発表。社名のコボは、 ブックのアナグラムである。電子書籍や新聞、雑誌は、コボのウェブサイトのみならず、以前に、ボーダーズの電子書籍ストアからもダウンロードが可能だった。ボーダーズの閉鎖に伴って、利用者は、ボーダーズの電子書籍をコボの書庫に移転可能となった。2011年11月8日、筆頭株主のインディゴがコボ株を楽天に売却する、ことが発表された。 この取引は2012年1月11日に完了し、コボは楽天の子会社となった。2014年7月1日、社名を楽天コボインクに変更した。2012年7月2日、楽天は日本向けの電子書籍リーダー、コボタッチを同年7月19日に発売することを発表した。また、同日七月十九日から楽天コボ ebook ストアで、 コンテンツの配信を開始した。2012年7月19日、コボタッチの発売と同時に、コボ e ーブックストアを開設したが、サービス開始から不具合が多発した。その結果として、同社の口コミサイトに、不満のレビューが多く書き込まれたために、特例として、レビューを閉鎖した。ただし特設サイトの賞賛のコメントは維持された。レビューは内容を選んで掲載する処置を取ると、 発表した。充電できない、楽天のサイトに接続してアクティベートできない、コボデスクトップがインストールできない、コボデスクトップに楽天会員としてログインができない、PC と同期できない、自炊したデータを日本語認識できず、英語のみ表示されるなどの発売後の不具合があった。それに加え、口述する日本語書籍の目標数と実際の点数がかけ離れていることも批判を招いた。 なお、楽天の三木谷博社長はインタビューで、これらの不具合は、同年7月27日の時点で、すべて修正されたと語っている。また、ほぼ ebook ストアの検索機能に、バグが多く、非常に使いづらいことも指摘され続けており、同年8月2日付、日経産業新聞電子版では、小柳武彦編集委員に、ベータ版よりかなり手前の段階にあると言わざるを得ない。 この状態で本番商用稼働させた楽天の勇気には驚く他ないと告評されている。コンテンツの量は当初のサービス開始時に日本語で約3万冊と発表していたが実際の日本語書籍は18,894件で日本語無料作品が12,537件その中で著作権の消滅した作品を収集配布している。 電子図書館青空文庫からの流用が1741件であり、無料書籍が大半を占めるという準備不足を露呈した形でのスタートとなった。2012年8月末までに6万冊を目標としていたが、実際には39,028冊にとどまり、しかも16階調モノクロ表示しかできないにも、かかわらず、元はカラーで撮られた1枚写真を 書籍一点として販売するギター符を9月末現在で1万4000点と大量に追加するオンライン百科事典、ウィキペディアの作家情報を一人一冊ずつ無料の電子書籍にしてストアに掲載し始めるなど書籍数の水増しと受け取られかねない行為が相次いで行われた。ウィキペディアから転載された作家情報書籍には DRM による保護が施されており、 ウィキペディアの利用規約に反していた。さらに、すべての電子書籍に対して、規格を無視した ISBN が付けられていた。同年9月21日に時点において、すべての電子書籍の ISBN は、商品番号に変更された。また、ウィキペディア作品は、DRM の保護なしで再度登録された。2012年中に日本語書籍数を20万冊と、するという公約は、 同年末11万778冊と大幅な未達となったのみならず4ヶ月半経過した5月15日時点でも13万3872冊と公約達成にはほど遠いペースとなっている。日本の消費者庁は楽天、コブイーブックストアで提供する日本語の電子書籍の点数を開始時点で約3万冊と発表しながら実際には 一万九千百六十四冊だったことに対して景品表示法の有料五人に当たる恐れがあると判断し行政指導を行った。同年十月二十六日、楽天は謝罪を表明した。コボタッチ日本未投入。通称コボワイファイ。日本未投入。コボタッチ。使用は e インク端末一覧参照。使用は アンドロイド端末一覧参照。コボグロ。仕様は E インク端末一覧参照。コボミニ。仕様は E インク端末一覧参照。仕様はアンドロイド端末一覧参照。日本未発売。企業側の見込みと違い海外ではかなり売れた。仕様は E インク端末一覧参照。通称コボオーラ6。コボグロと比較して、 縦方向が7ト、mm、ル、解像度も 10BX、厚さが1 9ト、mm、ル小さくなった。重さは1 1ム軽くなった。仕様は E-ink 端末一覧3章。仕様は Android 端末一覧3章。仕様は Android 端末一覧3章。仕様は Android 端末一覧3章。IP67 準拠の防水、防塵性能。 ポートカバーを閉じた状態で、推進1メートルで最大30分。コボオーラ HD と比較して、縦方向が3.3ミリメートルと横方向が0.7ミリメートル大きく、厚さが2ミリメートル小さくなった。重さは7グラム軽くなった。仕様は E インク端末一覧3章。コボオーラと比較して、縦方向が7ミリメートルと横方向が1ミリメートル。 厚さが1 1ト、mm、ル大きくなった。重さは6ム重くなった。仕様は e インク端末一覧参照。コボは自前のユーザーフォーラムを持っておらず、モービルレッドにコボデベロッパーズコーナーフォーラムを設けてファームウェアの改善を行っている。楽天を通じてのファームウェア配信はタッチなどの古いハードが放置されているが、海外版ではタッチにも グロと同じバージョンのファームウェアが提供されるなど、国内よりも良好なサポートが提供されている。国内、国外版はハードに違いはなく、また国内未導入のファームでも日本語対応はされているので、上記フォーラムを通じて最新のファームを入手することでバージョンアップを図ることができ、また国内で提供されていないポケットなどの機能を利用することができる。 ただし国内版より増えている機能については、日本語周りの検証が十分に行われていない。ありがとうございます。